まあ、ゲームみたいなものがあると、まあ、勉強よりゲームっていうふうになってしまうわけですね。ですからそういった障害をどうやって避けるか、まあ、ここはその自制心と呼ばれるその個人の特性というのが非常に効いていきます。でもう一つはその好ましい行動をまあやりたいとどうやって思っていただくかというところで、まあ、ここがいわゆる意欲にあたります。まあ、この2つを揃えて初めて、まあ、好ましい行動をまあ続けられるようになるというところです。で私自身の研究というのは、まあ、今回のご紹介は主にここをやっていこうとは思うんですが、私自身はこれをうまく実現するために、まあ、情報科学の技術を使って、まあ、特にその人工知能と呼ばれる技術を活用することで、まあ、特にどうやって意欲を高めるかということをやっています。まあ、将来的には自制心というところにも踏み込みたいなとは思ってるんですけど、私自身の研究としては意欲に特化して活動をやっているという状況です。番号をこのログデータの中で検索してしまうと、僕はどういう動きをしたかというのが分かってしまいます。そこでそれを別の文字列に置き換えて、実際にはその人の端末番号を直接探すのではなくて、暗号化された文字列を検索したり、そうすることで逆引きですね、この端末は誰の端末だろうという調べることができなくなって、まあ、個人情報が守られるといった仕組みを取っています。でこういった仕組みを取ることで、どこから来てどこへ行ったかということで、まあ、グループ単位の移動になってしまうんですけど、群単位の移動を可視化するということを行っています。我々の研究では事前同意済み、最初に利用者登録をした事前同意済みのインバウンド観光客、外国人観光客の移動を統計化したと、郵便番号区ごとで、しかも1時間ごとということで、プライバシーに配慮した形でやっております。に固有のこうなんかパラメーターなんですけれども、それだけ見たらもうこの聴足儀が安定かどうか分かるという素晴らしいものです。ただマクスウェルはこれ、三次系出力が入力の3回までの微分の関数で表せるシステムについてしか必要十分条件導きませんでした。ただですね、マクスウェルはとても正直にこのことを彼の先ほどのオンガバナーズという論文に書きました。で、講師の場合どうすればいいか分かりませんということで検証問題にしました。すると、その後マクスウェルの友人だったラオスという人がこの問題解決しました。さらにそこから20年後、その問題解けたってことを知らなかったプルビッツという人もまた独立に、ちょっと形は違うんですけれども同じように安定性の条件を導き出しました。この結果、システムの安定性っていうのを方程式解かずに判別することが可能になりました。入りたいというふうに、まあ、申し入れがあってもですね、工事が間に合わなくて待ち委託どくと、まあ、そういう時代がしばらく続きました。こちらの1960年代からまあ順次増えていったんですが、70年代をピークにですね、徐々にその待つ町もですね少なくなっていきまして、1970年から80年にかけてその町もですね解消していったというふうな時代背景になってございます。で、最初に入ったのがですね、この自動交換機、ステップバイステップ交換機と申します。でこちらの方はもちろんですね、電話の番号に基づいてですね、話したい人の電話回線と電話回線の間をつなげるという仕組みを持った機能です。リタイアするかどうか、退学してしまうのではないかどうかというところで、そのための検出をどのようにするかというのが研究されているんですけれども、非常にシンプルなモデルであるので、まあ、今後の拡張性が期待されているということです。次ですね、小冊の分析です。小冊というのは、まあ、一般的に振り返りなどを言うんですけれども、何か感想を書いたりとかそういうのを貯めていくというような学習をする機会があると思いますが、それを例えばティーチングアシスタントの人が見てフィードバックをすると、そのような場合に大変なので、それを自動化できるコンピューターシステムを作りましたというような研究でした。で、その名前をですね、AWA というふうにアカデミックライティングアナリティクスというふうに命名されていました。